いつもロペラーヨショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2015年モデルフォルクスワーゲンシャラン TSI ハイラインブルーモーションテクノロジーを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロント複数箇所、ボンネット、フロントガラスに飛び石、右フロントドア、右リアドア、右サイドステップ複数箇所、右リアフェンダー、左フロントドアに線傷、リアバンパー複数箇所に線傷がございます。走行距離に関しましては約2万4000キロと低走行な1台です。外装色はピュアホワイト、インテリアはブラックハーフレザーが採用されております。高い実用性が魅力のフォルクスワーゲンシャランでございます。こちらはブルーモーションテクノロジーということで、高い燃費性能を発揮し、普段使いにも適した1台となっております。ヘッドライトに関しましてはキセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは 1.4 リッター直列4気筒のターボエンジンとスーパーチャージャーが搭載されており、最高出力は150馬力でございます。また足元に関しましては純正17インチのアルミホイルが装着されております。続きましてリア紹介させていただきます。トランクに関しましては電動での開閉となります。3列目シートによりスペースこの分とはなりますが、後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応することができます。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックハーフレザーが採用されております。運転席助手席ともに良好なコンディションです。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので自由自在な変速が可能です。またクルーズコントロールも用意されておりますので快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正の SD ナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴が可能です。またバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては6速のオートマチックシフトが採用されております。フロント両席に関しましてはシートヒーターが装備されており、肌寒い季節でも快適なドライブをお楽しみいただけます。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく良好なコンディションを保っております。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2015年モデルフォルクスワーゲンシャラン TSI ハイラインブルーモーションテクノロジーを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約2万4000キロと低走行な1台です。
普段使いからご家族でのご旅行など大活躍間違いなしのフォルクスワーゲンシャランでございます。高い燃費性能はもちろんのこと、インテリアには純正の SD ナビゲーションやシートヒーターにより快適性もしっかりと加工されております。車検に関しましては2020年の6月まで有効です。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。